はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日もですね、ちょっとまあコロナに感染して、自宅でテレワークという形でですね、やってます。今ですね、感染の発症してからですね、今日で7日目になるんですけど、ようやくですね、抗原検査キット、簡易キットでですね、陰性になりました。昨日まではですね、もうめちゃくちゃ陽性の反応が出てたんですけど、今朝やったらですね、ようやくですね、陰性になってました。いやー、長かったです。本当もう丸一週間ですね。本当に体調不良が続いているって。で、今もまだ完全ではないんですけど、ちょっとまだ痰が切れなかったりですね。そういったのがちょっと症状として残ってるのかなと。あと、じゃあやっぱ全体的に体のですね、倦怠感が抜けないっていうのがですね、これももう少し日が経てば抜けるのかなというところです。はい。で、このコロナウイルスっていうのは、自分でこう勝手にですね、飛んでって、そして、人から人にですね、乗り移っていく。こういう部類のものではなくてですね、人が、例えば発する、この唾とかですね、飛散する唾、そういったものが、例えば食べ物に付着する、そしてそれを別の人が食べて感染をすると。こういうふうな、ものなんですね。で、今世の中にバーッと広がってってる状態っていうのは、そうやって人から人に乗り移っていく。例えば何か、こういった、このメガネとかですね、こういったところに付着しているものを、今度人が触ってですね、口に持っていくと、感染をすると。今日ちょっと何が言いたいかと言いますと、冷却灯でですね、よくなぜ、雑菌とかが繁殖するんですかっていうことをよく言われるんですね。あれっていうのは、冷却水っていうのは、大きな冷却灯の中から今度配管通ってですね、今度設備の方に水を送られて、で、大量のこの水があるんですけど、その中に、細菌とかはですね、例えば、胞子なんか、こういったものは空気中を漂ってるんですね。で、そこが風に乗って、冷却灯の中に入り込んでくる。そして、水の中に、入るとですね、その水の中で今度一気にブワーッと広がっていくと。で、これ、こういうことなんですね。自分たちで歩み読んできて、水の中を汚染していくっていうのではなくて、あくまでも風とともに運ばれてきて、水の中に入る。で、そして水の中に入った時に、水の中に入ると細菌とか藻とかはですね、自分たちで動き回ることができるんで、水を伝って大量にですね、ある水の中で、繁殖を繰り返すと、こういうことです。これはレジオネラ属菌もですね、同じような感じです。レジオネラ属菌というのは土壌の中にいる菌なんですけど、この菌が普通に生存している部分にはですね、さほど人間に影響を与えるということはないんですけど、それが空気中に舞ってで、そして、冷却水に入る。で、冷却水の中で大量繁殖したときに、その飛沫をですね、人が浴びたりすると、レジオネラ属菌に感染をするということです。こうやって人にとってですね、悪さをする菌っていうのがいますんで、ぜひやっぱ健康危害なんかにはですね、気をつけた方がいいのかなと。いうふうに思います。はい。で、こういうふうな冷却水のですね、
こういった細菌とかですね、雑菌の汚染、レジオネラの汚染なんかを防ぐにはですね、やはり殺菌剤を入れて、除菌をしてやるということがですね、一番効果的だと思います。はい、まあ今、もう来週はですね、もう普通に復帰できると思いますんで、また通常通りですね、お届けしようと思っております。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。